俺は王城堂の家系、今は勝利と名乗っている。ふん、リーウェについて詳しく知りたいと。俺も司祭を知り尽くしているわけではないが、多少はリーウェについての知識は備えている。お前を満足させることができるかはわからないが、俺の知っていることでよければお前に教えてやろう。まずリーウェの港だ。ここはテイバット大陸最大の貿易港として知られている。毎年行われる回答祭では、港の夜空に数えきれないほどの帝都が飛ぶ。リーウェの風物詩の一つだ。お前もリーウェを訪れた際は見ていくといい。敵化州はリーウェ北部にある天然の沼地だ。浅瀬に敵化が広く群生しているため、この名で呼ばれるようになった。ここはモンドとリーウェをつなぐ陸路でもあるため、多くのキャラバンの休憩場所ともなっている。最南端にはこの場所の象徴である防御旅館がある。巨大な岩柱の上に見えるのが防御旅館だ。この旅館は商人の休憩所としてよく使われ、交易の場にもなっている。晴れた日にはここから絶雲の間や古雲閣を一望できるぞ。リーウェの北西部にある絶雲の間は常に雲や霧に包まれた山嶺だ。地形が複雑に入り組んでいる上、山道も険しく、めったに人が訪れることはない。噂によると、ここには仙人の住処があるらしい。陽光の浜の名は、星のように光る海洋生物が夜、ここの浅瀬に集まる様子から名付けられた。残念ながら、海洋生物は人に取り尽くされてしまい、その光景を見ることは今はもうかなわない。だがそれでも散策する価値のある場所に変わりはないだろう。古雲閣はかつて岩神が海中に魔人を沈めた場所だと言われている。海面から高く突き出ている岩柱がその時に使われた長槍だ。空からこれらの槍を見下ろすと面白い形をしているぞ。丘と竹林に隠されたこの村はリーウェの最北部にある。山風が吹き、棚田の稲が波のように揺れる姿は絶景と言えるだろう。ここの人々の生活は素朴ではあるが充実したものだ。今は獣の住処となっているが、桐原は魔人戦争以前に自由市場として栄えた場所だった。リーウェ港の西にある天候山は外敵を防ぐ天然の障壁だ。長い歴史の中で繰り返された戦の痕跡が今もこの山脈の至るところに残されている。大通りの検閲所では厳しい検査があるから気を引き締めるといい。その他に奥蔵山、慶雲町、古老山、南天門、石門、河口の林、天球の谷、霊空間、地中の塩、水穴坂、清虚裏、豚玉の丘もおすすめだ。どうだ、リーウェ数千年の歴史を感じられたか。無論これがリーウェの全てではない。俺の知らない景色もどこかにあるだろう。これはお前の旅だ、旅人。お前の見聞きしたものすべてがお前の糧となる。だから残りはお前の目で確かめてみるといい。